今日は2016年12月の10日、今シーズン初のスキーに来ました。ここは新潟県、神楽スキー場ですね。今日はバックカントリーのスキーではなく、バックカントリーの装備を実際つけて、今シーズンシーズンインする前にですね、いろいろ装備の点検とか、チェックとか、使い方忘れたりするんで、それの慣らしも兼ねて今日はゲレンデでメインで滑りたいと思います。であとは今日は、基礎スキーの練習も、ね、バックカントリーのための基礎として、基礎としてちょっと練習も兼ねて、今回神楽来てます。後ほどいろんな道具、バックカントリーに使う道具についてまた説明したいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。
はい、それではこれから、ビーコンのテストを行います。ちゃんと使えるか、3人でチェックしたいと思います。はい、まずこのビーコンをどっかに置きますので、そのビーコンを探して、見つけてください。お願いします。はい、はい、じゃあまずビーコンのビーコンサーチ、サーチに切り替えます。サーチに切り替えてください。切り替えました。はい、はい、位置が表示しました。はい、埋まってる人が表示してます。はい、そっちもやった。はい、はい、探してくださいなってます。あ、なってますね。はい、早い早いな。ありましたやっぱこう回りましたね。グループ、直線上には出ない。あのちゃんと矢印見て回って、矢印見て回るとグルーッと回される。回されますよね。基本やっぱり直線でまっすぐビーコンには行かないってこと。じゃあいいですか、スイッチ入れてください。近くにつけてください。おお、ちゃんと見つけましたね。すごいすごい、素晴らしい。3メーターぐらい埋もれてたらこれしか音がないってことですよね。そう、だからだいたいそこ、だいたいそこ掘る感じ。そここうプローブでこうやるんじゃないですか。つく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 とか。マメドルビーコンいいです。イエイイエイ。Thank you.
置して、はい、じゃあ元だけ認知してみる、はい、じゃあこんなシールちょっとこう毛羽立ってて、こっち方向には滑るけど逆方向には逆立ってこう引っかかる感じ、はい、バッチリですね。こんな感じ、こう持って、こういう風に滑ります。ここがよいしょ、こういうクリップになってて、よいしょ、こういう感じで、パフダーを楽しむことができました。良かったですね。良かったです。はい、雪はもうないと思ってたんですけど、今年はもう大当たりでパウダー滑るんですけど、また今度、続けてこういう感じで、動画で紹介したいと思います。でまたよろしく。次回は札幌で、次回札幌でまた